いや、この間キャバクラ行ってさ、キャバクラ使ってきちゃった。小池くん、君は卑怯者だね。銃刀法違反だよ、それ。ありがとうございます。えトビーめはそういうことはいたしません。じゃあ逮捕で。いや、俺昨日おはようだえ。おはようだえ。おはよう。いってカロス、おはよう。おはようだえ。183番。うん、183番。計1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、はい、やばやば。え、いくらいくらいくらん、いくらもらったえ。すごいぞ。わち41番だえ。わち誕生日じゃないでしょ。わち41番だえ。誕生日かえ。去年の分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 なの。去年の分の誕生日は持ってるえ。それはきついな。それ誕生日いつな。え、わち7月20日だい。じゃあまだまだ先やないか。だいぶ繰り越してきたな。少女はいくら持ってるんだい今。うん、今2000万。え、全財産の半分渡してきてる。少な。お前男かよ。え、なそんな儲からないのかい、警察って。いや、この間キャバクラ行ってさ。え、キャバクラ使ってきちゃった。やばすぎだい。キャバクラあるよ。え、どこ。キャバクラ FIB って場所は。2億。え、ちょっと待つ。え、そんなやばいキャバクラあるんかい、この世界。ある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 。行ってきな今度。いや絶対嫌だい。なんか1本2000万のシャンパンをなんか30本とか頼んでた。やば。熱っ。そしたらそしたらお金なくなっちゃった。どうしよう。ぼったくりバーとか目じゃないえ。お邪魔しますえ。いらっしゃいませ。こんにちは、エココナちゃん。買いに来たえ。邪魔するんやったら帰ってやー。も邪魔するんやったら帰ってな。もっとむずん、もっとなん。はじめまして、元ナンバめぐみと申します。よろしくお願いします。元ナンバめぐみちゃん、はじめましてだえ。あれ、ナンバハルの知り合いか。あ、いえ、知り合いじゃないと思います。よろしくお願いしますだい。お願いします。すごい、はい、カレー屋さんやってるのかい。私多分お会いしたことある気がする。鉛筆探してませんでした前。鉛筆。え、はい、服屋さんで鉛筆探してませんでしたか。これ着替えるとこってないかい。あ、本当に大変だったぜ。多分本当に大変だった。え、もしかしてだけど私多分初日上ロス1日。あ、そうだそうだそうだ、鉛筆探してます、ね、小池くん、君は卑怯者だね。僕と出会ったのはこの姿だったかい。そうですね、私は初日1日目にそうです、お会いしました。鉛筆を探して。そうなのかい。あのショッピングモールにいたのは君だったのかい。あ、そうですそうです。そうだったのかい。テイナさんと一緒にいました。鉛筆は見つけてくれたのかい。鉛筆まだ見つかんないですね。ちょっとあの気にはかけてるんですけど。本当かい。本当に探してくれてるのかい。これじゃないですよね。嘘だったら君は引け。はい。これじゃないですよね。これ机の上にある。あ、これじゃないね。あ、そうですよね。小学校に持っていったらこれ怒られる系のやつだね。これ。あ、だから普通のあの削れるタイプの鉛筆ってことですね。そうですね。これも大変なんやな。うわあ。あとなんか警察に。一応販売来てほしいってこれ見せたか。今この後行くけど。何それ。これ見せたかも。どうもこんにちは、屋敷しもべのトビーでございます。作りました、ありがとうございます。じゃあ、テイさんに50個渡して、はい、ありがとうございます。まず50ってやって50個渡して。はい、まず50個渡します。トビー目にもらえるやん。トビーヘッドバットして。ヘッドバット。え、妹で、テイさんですよね。はい、はい、そうです。ありがとうございます。筋肉で、はい、請求書の作成、はい、個人、はい、アイテムになんかここ7とか入れて、はい、アマウントに、ラス1個2枚なので50個で100万円。100万円。うん、銃刀法違反だよそれ。ヘッドバットって検索したらこれが出てきた。はい、ちょっと待って、これマジで。あの、請求書送ってください。送りました。はあ、来ました、
ありがとうございます。ありがとうございます。鉛筆、ニヤトコの杖ですか。ナンバちゃん、許してもいい？この人。あ、いいよ。すいません、トビーは悪い子。一緒にさ、出張販売もお願い。こんにちは。こんにちは。え、大丈夫？大丈夫だ、シン。大丈夫。どうした、シン。どうしたしん？聞こえるかしん？わっちの声が。聞こえるよ。聞こえるかしん？元気ですか？元気ですか？どうですか？どうですか？元気ならジャンプしてください。やあ。やあ。やあ。すいません、終わりました。8+3は？25。受付できてんの？25×8は？36を8乗したら4割る8は2から2の次の数字は8を飛び越したらどうなる？65に飛んでく。65歳になったらどうなっちゃう？元気ヒュなんか腹減ってくんな、どんどん。わおわ、私もさっき食ったけどまたお腹減ってきたい。まあまあそんなもん。の方他の団体来てる。だから腹減るよな。オイルリグ来てないよ。オッケー、じゃあそのままじゃあ飛行場もらってよ。お前腹減ることあんだな。まあ、全然食わねえのに。あの時体調悪かったからさ、普通に。そのあんまり舐めないでほしい、普通に。だからリベンジするよ、なんかリベンジ。リベンジするよ。リベンジ行こうぜ、リベンジ。会議室で待ってて、で準備していて。分かったよ。受けたよ。俺らも別に日常化のごとく行こうや、飯。そうだね、そうだね。ゲット戻るね、一回。じゃあ今週行くえ？今週行くえか、じゃあ今週。あ、今週行こう、今週。行こう。じゃあ誰が予約するえ、店。じゃんけん。じゃんけん行く？え、でも俺が予約してもいいけど、俺が予約するのはあれだよ。あの、チェーン店になるよ。牛角、牛角になる、牛角。ちなみに全然いい、俺は。一覧とかになるけどいい。一覧きっちお前一覧喋れないやんけ。一覧がソロで食べやすい場所やんけ、あんなとかになるけどいいな。一覧でどうやって盛り上がるんだよ。一覧予約来てないやねん。見たことないってねえよ、一覧予約。一覧予約なんか。それでも言ったら俺に予約任せる。お前脅すのやめるよ、お前。